第1試合と赤鹿児島県白岐阜県出身小野寺出身平野同じく出身岩松第4試合と赤岡山県白東京出身関西出身中澤同じく中心大下以上でございます。
第7回の試合場で行われました岡山県対東京都の試合場で2対2で本数によりまして岡山県が勝ちました。
それでは第1試合目で行われました鹿児島県対岐阜県の試合、2対0で鹿児島が勝ちました。